始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。この番組は身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにはゲストの身だしなみについてもお伺いしていきたいと思います。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみの意識が変わるかもしれない、そんな番組にしていきたいと思っております。いつもながらこの番組は関東で収録してお送りします。よろしくお願いします。それでは CM の後素敵なゲストを紹介いたします。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。CM 明けました。本日のゲスト紹介いたします。菅原圭さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。いやー、ついに出ていただいて、あお招きいただきありがとうございます。11回目の放送となりますね。すごい。まあ、圭ちゃんと呼ばせていただこうかなと。はい、あの普段からいつもの感じ。いつもの感じで、じゃあまず圭ちゃんの簡単な自己紹介からお願いいたします。はい、菅原圭と申します。岩手県出身で、就職で、上京してきました。初めは、公務員として働いてたんですが、今は、転職をして、不動産売買の営業をやっております。そんな感じですか。で、はい、土日そうですね、土日は、自分で主催のイベントを開いたりとか、あとは、そういった仲間のイベントの手伝いとか、そういった活動をしております。はい、ありがとうございます。あの公務員をやって、はい、あ、ちなみに今おいくつでとかいくつで、あ、そうですね、今今年で32歳になります。32歳、はい、あの YouTube 見てもらえば分かるんですけど、全然見えないという。あの知り合った経緯は、あの、はいはい、友人から合コンのお誘いを受けて、合コンのお誘いを受けた時の、ケイちゃんが幹事という立場でいて、その後何度もあの合コンの話をいただいて、まあ、非常に男としては嬉しい限り、しかもあの別に高いとか安いとかなく、みんなじゃあいくらいくらでっていうラフなこうフランクな会にケイちゃんが和ませてしていて、で結局すごく仲良くなって、あのケイちゃんから誘いを受けた時に、ね、あ今回も合コンの話かなって思ったら、今回は2人で飲もうっていう感じで、あ、なるほど、今回はケイちゃんの2人で飲むんだって思って喋ったら、結構仕事の話だったりで、そう、盛り上がって、合コン中にね、実は仕事に熱い男だということを知って、僕も仕事は一生懸命やっていきたいなと思っていたから、そんな価値観の共有があったりなんかして、そうそうそう、ぜひ1対1で飲みたいなと思って、そっからですね。そっからもうかれこれ4年ぐらいになるんですかね。あ、もうそんな、えそんな適当なことじゃない。3年、2、3年。そうなんですよ、そんなケイちゃんの今現在不動産の、営業をやっているんですけども、はい、あのちょっと最初に自己紹介であったように公務員を、はい、何年間、公務員を5年間やってますね。公務員時代はどういった仕事をやってたんですか。あ、はい、僕は大学で土木工学というのを学んでいたので、でそのまま土木職という、まあ、道路の管理とか設計とか、あとは現場監督みたいなことをやってました。はい、エリアは、エリアは
これどうなんだろう。まあ23区内ですね。聞いてる人が沖縄なんですけど、東京の23区の話。確かにそう。そうですね。結構、都心の方で。そうですね。これ以上あんま深いじゃん、深いフィールドは。いろいろあるの。いやあんまない。どうなんですかね。そのあたりあまり意識したことなくて。土木にもともと興味があったんですか？ああ、まあこれも経緯がありまして、まずうちが、実家が、母子家庭だったんですけど、で、母親が地元の公務員をしてまして、岩手の、そう。で、まあ自分も将来公務員になるんだろうなーなんて、まあぼんやりとずっと考えて、まあ思いながら、で、高校の進路を決めるときに、はい、文系か理系かとか、あとは就職コース、ね、進学コースみたいな、なんか分かれるときに、まず、自分は就職をするつもりだったんですよね。はい、田舎なんで大学生も全然いなくて、うんうん、まあ大学もないし、まあ普通に高卒で働くもんなんだろうと、うん、高卒でまあ地元公務員になるんだろうなーなんて思いながら過ごしてたら、まあ学校の先生から、いや、何言ってんだと、お前は大学に行け、みたいなことを言われて、あ、大学かと、わかりましたと。その時は、じゃあ大学って選択肢は言われるまではなかった？なかった。大学生。周りもみんな高卒で結構。そう、もう田舎なんで、本当に、まあそんなもんなんだろう、みたいな。で、大学って、まあなんかドラマの世界、オレンジデイズみたいな。オレンジデイズ、ね、本当に、あ、大学生ってあんな感じかみたいな。男女はさ、5人ぐらいで、いい位置分けで。あ、そうそうそう。楽しい。まあ楽しそうだなと思いながらも、本当にドラマの世界みたいな。自分には関係ないような感じで思ってて。でもまあ、じゃあ大学かと思った時に、じゃあ何、まあまずそこで文系理系どうしようみたいな。うん、うん、そうですよね。そう。で、まあ結構、数学は好きで、ほうほうほう、まあ好きだからじゃあ理系かなみたいな。あ、他にあった。何ですか？ぼんやりと気象予報士になりたいなって思ってた時期があって、どのくらいぼんやりしてたんですか？確か中学の何かに書いたような気象予報士いいなみたいな。何きっかけなんだ？どういうところに憧れて気象予報士だったのか。確か、最初そう、ニュースキャスターがアナウンサーって面白そうだなっていうのは小学生の時に思ってて、でもまあそんな、だからといって目指すわけでもなく、でもなんかアナウンサーっぽいけどなんか知識豊富な気象予報士かっこいいなって思って、で田舎だったんで結構空見たりとか、川に入ったりとか、なんかそういう結構自然に触れることが多くて、そういうのは好きだなみたいな。ところから気象予報士かっこいいなみたいな、はい、と思って、じゃあ気象予報士にもしなるんだったら理系かなみたいな。あ、そこでもちょっとじゃあ絡んできてたんですね。あ、そうそうそう。で理系に進んだらまさかの地学、そうですね、土木っていうとそうです、ね、あ、そう、地学、いや気象がある地学が文系しか選択できないっていう話になって、はい、入った後に気づいて、じゃあ、気象予報士はないなと。まあ、でも、そこで自分で勉強するっていう、そういう、ね、しっかりした考えはなく。あ、なるほど。道に付属する職業を選ぶっていう。ああ、そうそうそう。で、じゃあ理系で、で、しかも自分の中では公務員かみたいな。はい、理系で公務員だったら、選択肢が多いのは土木職。へぇ、まあ、よくある道路課とか、なんかああいう感じの建築課みたいな。はい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 。ところで、それだったらじゃあ間口広いかなみたいな。なんか。というのを高校2年生の時に考えて、で、そのまま、土木っていうような。土木で公務員。土木で、そう。なるほど。僕の中で、じゃあ、ケイちゃんの中で公務員っていうのは安定だから目指すってわけではなく。なく、まあ、もともと自分が目指すものなのかなみたいな。僕の偏見かとは思うんですけど、はい、結構ね、公務員は安定だなって、はいはい。で、なんとなく公務員って人も多いじゃないですか。はいはい、そういう世の中の状況、はいはい、なんとなく安定を目指す学生がいるっていうのは不思議なもんなんですけど、はいはい、なりたいことより安定なのかなっていう、安定してる公務員でしょとかいう人もいるぐらいだったんですけど、ケイちゃんはじゃあ、
まあ、そういうもんなのかなと、家計的にも。ああ、そう。あとは、その、まあ、母親が女手一つで家族を、養っていたので、まあ、じいちゃん、ばあちゃんも一緒に住みながら、養っていたので、うん、あ、公務員っていうのは、そうやって家族を養えるもんなんだなっていうのは、小さい時から、結構思ってたかなっていうのは。それで見事、公務員にはなったが、5年後。5年後、そうですね。その新しい道へ。結構、ケイちゃんの話は僕聞いてるんで、うん、すごくプラスに辞めていって、うん、次の仕事にも前向きに取り組んでっていうのを聞いてたんですけど、ケイ、うん、ちゃんがその辞める、まあ、会社を辞める、はい、公務員を辞める、違う仕事に就くっていうところの間にはどういう心境の変化があったのかなっていう。はい、そうですね。僕も、まあ、仕事で、まあ、公務員になって上京して、で、初めのうちは、まあ、結構忙しくて、毎日残業で11時、12時帰るぐらいはやってたんですけど、でも結構楽しくて、うん、まあ設計をしたりとか、図面描いたりとか、現地調査したりとか、なんかそういうのは楽しいなと思うし、まあ結構目に見えて形になるんで。うん、そうですよね。そう、やったことが。綺麗になったみたいな。道が綺麗になったみたいな。自分の携わった仕事が喜ばれてるとか。あ、そうそうそう。なんで、で、仕事すごい任されることも多くて、その、職場内でも。はいはい。なんで、自分は、多分、公務員転職なんだろうぐらいの感じで、うん、いくら残業あっても、まあちょっと人間関係でストレスあったりとかしますけど、うん、なんか、まあでも、転職ぐらいに思ってたんですよね。うん。うん。でも、3年目に入った頃に、はい、なんかある程度、やっぱ1年目は社会人になれ、なることになれ、なんか慣れないとみたいな。うん、まあでもそれをやる、やると、あ、これ自分今社会人やってるみたいな。っていう楽しみがあって。お疲れ様ですとか言って。ああ、そう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 。で、土日はちょっと遊び行こうかみたいな。うん、これが社会人かみたいな。で、2年目になると仕事を結構任されるようになって、ああ、自分任されてるなみたいな。っていう、やっぱりやりがいというか、うん、っていうのは感じてて。で、3年目ぐらいになってくると、だんだんやっぱり仕事に慣れてくる時期で、うん、大きな仕事任されても大体その今までの経験で、大体できるようになって、うん、っていう時に、3年目も大きな仕事任されてすごいやりがいはあったんですけど、なんか、ああ、でもあとはこれを繰り返していくだけなのかな、みたいな。3年目にして。3年目にして、そうですね。これが1年終わったらまた来年こういう1年か。だいたい先が見えてくるという。あ、そうそう。それが見えてきたのがだいたい3年目ぐらいの時で、うん。で、ふと、やっぱりその頃に、で、土日は、土日で結構飲みに行くのも好きで、うん、あとはスノーボードがすごい好きだったので、あ、毎週土日スノーボード行くような。毎週土日スノーボード毎週土日行って、で、結構練習もしっかりやってたんで、なんかインストラクターの話をもらったりとか、うん、もうそれはそれで楽しかったんですよね。あの、スノーボードの仲間もいて、みたいな。実際にインストラクターの資格も持ってますよね。あ、それが、もまあ、もら、その試験を受ける前に、ちょっと骨折をするという。なるほど。なるほどと。まあでも、その土日も充実してるし、仕事も充実していたんだけど、なんかこれを、うん、まあ平日仕事して土日遊んで、うん、繰り返しなのかなっていうのをちょっと思い出したときに、あ時に自分の世界狭いなと思うと、せっかく東京いるのに、これ東京って1000万人とかいるって言うけど、自分の知ってる人、職場の人ぐらいみたいな、職場の人か学生時代の知り合いか、スノーボードの仲間かみたいな、うんうんうん、で仕事もやっぱ大体3年ぐらいすると、なんかみんな周りの人もなんか仕事でバリバリやってる人はどんどんなんか力つけてるような感じがして、うん、俺その、で稼いでる人も、同い年ぐらいでもなんかすごい稼いでる人いるな、みたいな、うん。この差は何だろうな、みたいなのをちょっとこう思い始めて、っていう感じですね。でその頃から、ちょっと外の世界見れるようになったみたいな。うん、その、僕そこが、その話すごい好きで、うん、あの、平日仕事、土日遊びっていうふうに、ケイちゃんが見る。うんうん、僕の一週間みたいなのが、うん、で、そこになぜ物足りなさを感じるようになったのかっていうところをすごく知りたくて、あの、まあ、僕も、すごいこう、
きっかけがあって会社を辞めたんですけど、うんうん、そのなんていうんですかね、まあでもその中でもそこのすごい人たちっていうか、うん、稼いでる人も確かに同年代でいて、うんうんうん、でまあ自由なライフスタイルがあって、で好きなことを選んでる人もいたり、うんうん、でも自分の仕事はこれで間違ってないと自分でも思ってまして、うんうん、で平日仕事と日、まあどっか僕もサーフィン行くって、うんうん、その時まではあんまりこう不満もなかったんですけど、うんうん、でも言われてみると確かにこう平日仕事は遊びっていうのの繰り返しであって、うんうん、確かに、まあ、枠は狭いなって気持ちにもなってきたんですけど、うんうん、そのケイちゃんがそういうふうに感じ始めた、うん、何かこう刺激というか、はい、あったのかなって。ああ、でも結構大きな出来事はスノーボードで骨折をするという、うんうん、そうですね、結構大きなキッカー、ジャンプ台ですねあれを飛んで回ったりとかしてたんですけど、はいはいはい、その3年目で、うん、どうなのかなって思ってる時、ちょうど肩をから落ちて骨折をして、うん、でスノーボードに行けなくなっちゃったんですよね、土日に。で土日にライフスタイルがちょっと崩れる瞬間、土日に社会人の土日って何にすればいいんだろうみたいな骨折した人の土日は味わってないですからでだし結構その頃仕事も忙しかったけど、土日を楽しむために頑張ってるような、もう仕事も大体慣れてしまって、うん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 、もう仕事ももうルーティーンみたいな、確かに仕事の案件は変わってるんですけど大体ルーティーンみたいに感じてしまってて、うん、それなんか遊びのために頑張るって限界あるなみたいな私土日どうやって過ごせばいいんだろうみたいなことをやっぱ骨折して思って、はあ、動けない土日を体験して、あ、そうそうそう、みんな土日何してんのって、あ、そうそうそう、確かに何してですかね、いや何してんですかね、わかんない確かにそう、うん、っていうのがあって、でちょうどその頃に結構人を紹介してもらう機会が増えたりとか、はい、あとはお店を紹介してもらったりとか、うん、結構だんだん少しずつ人脈がそこから広がるようになってきて、うん、あ、なるほど、紹介してもらったことがきっかけで、はい、いろんな人と会うようになった。あ、そうそう、その職場以外と、職場とかスノーボードとか、はい、学生時代の仲間とは違う人脈がそこから広がってきたっていう。おお。で、その中でやっぱり生き生き過ごしてる30代の人とかを見たときに、うん、お、職場にはこんな人いないなみたいな、うん、確かに職場の先輩は好きだしすごいお世話にもなってるし尊敬できる人もたくさんいたんだけど、うん、あんまり楽しそうではないなみたいな正直思ってしまっていて、うんうん、っていうことはすごいこう、まあ、キラキラしたって言い方があってるかわからないですけど、うん、ちょっと違う世界の人たちっているじゃないですか、はい、明るさというか、なんか力というか馬力が違う人、うん、そういう世界に触れると、あれ職場の人とはなんか違うなっていうのをやっぱ感じることありますよね。うん、そうそうそう、それをやっぱその時に感じて、これは何だろうなみたいな、何が違うんだろう、何が違うんだろう、みんな仕事は頑張ってるし自分も頑張ってたつもりだったけど、うん、楽しんでたつもりだったけど、この違いは何だろうなみたいな、うん、ところが気になり始めて、そして会社を辞めて、そうね、なんか、あ、公務員以外の仕事もあるんだなと。うーん私、まあ、公務員辞めてる人はあまりいないけど、結構自由に仕事を変えたりとか、うん、むしろもう仕事もいくつもやってるような人もいるんだなっていうことを知って、うん、あ、そっちの方が楽しそうだなっていうのと、うん、あと少し真面目なところで言うと、公務員の仕事で確かに町の人のためにっていうのも確かにあったんですけど、うんうん、それはそれでやりがいがあったんですけど、それよりももっと身近な人のために働ける、うん、まあ、例えば、まあ、友人であったり家族であったり、うんうんうん、あとはまあ直接のお客さんとかにと、うん、に貢献できるような仕事ができたらいいなっていうことは、まあ、いろんな仕事とか価値観を知っていく中で、うん、その誘ってくれた合コンなんかも、うんうん、やっぱそういうところがあったんですかね、身近な人を喜ばせる、
あまあ最初は本当にそこまでは、いや、みんなで飲みたいなっていうのは本当に今イベントをいろいろやってるんですけど、それも最初は本当にいやみんなで飲みたいなっていうことがスタートで、きっかけです。うん、そう、なんか学生時代だったらサークルの仲間で飲もうとか、まあゼミの仲間で飲もうとか、そういう時って結構あったなと思うんですけど、社会人になってからなんか、確かにそうですね、そう、職場の人としか飲まないとか、まあ顔なじみの人としか飲まないとか、なんかそれが当たり前みたいになってきますね。そう、でもなんかふとやっぱ思ったのが、いや、あの時やれてなんで今できないんだろうみたいな、社会人になったらやっちゃダメなのみたいな本当はお金も時間も増えると思ってたはずなのに、あ、そう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 、でなんかえみたいな、学生時代はあんななんかじゃあちょっと友達呼んで飲もうぜみたいな、うん、僕当たり前のようにやってたのに、なんで社会人になったらのなんかえ何やってんのみたいな目で見られるんだろうみたいな、うん、それがちょっと嫌だなみたいな、結構そういうところがきっかけで飲み会とか開いてみようみたいな、なかなかね、確かにケイちゃんと知り合ってからぐらいかな、自分も営業になっていろんな人と知り合うようになってから、うん、いろんな話が入ってきて、うんうんうん、あ、こういうの主催してる人がいて、はい、でその人が自分より若かったり、うんうんうん、あれ、なんか何かをこう企んでやってんのかなとか、うんうんうん、こうなんでこの人に人が集まってくるのかなとか、ね、でもこうすごくみんな楽しそうにしてて、うんうん、でそんな中ケイちゃんもこう人が集まる会を、まあやってる人は慣れてくるのか、すごく上手にやってて、うんうんうん、乗っかる方からだんだん自分もやりたいなみたいになってきちゃってから、ありがたい、今ではね、結構こういろんな恒例企画みたいになってるのがいくつもできて、ケイちゃんの場合はスノーボード会だったり、 ねなんかちょっと時間も残りあれなんで、この後このケイちゃん考えてること、はい、この先、今確かに、あ、もうこんな時間ですか、あと3分ちょっとしかなくて、あれなんか時間足りないですね全然ちょっとね、どうしましょうかね、あ、でもまあ行きましょう、未来の話、未来の話、そうですね、だいぶそこからそのきっかけから一気にちょっと足しましょうか間何か、いやでもそうですね、まあそんな感じで、まずはじゃあ外で、まあ、いろんな自分が身近な人のために働くようになるには、うん、やっぱり営業力欲しいなと思って、うんうんうん、っていうのはやっぱりいろんなうまくいっている人とかの話を聞いてもやっぱり営業力だなっていうところは、営業力、営業力、うん、まあなんていうんですかね、自分を売っていくような力っていうのは結局社会人やってても普通の会社員やってても、うんうん、やっぱりそういう力必要なのかなとか、確かに、うん、そう、そういうのを身につけたいなと思って、で、まあ営業で、たまたま、まあ、不動産の売買っていうところですね、うん、そう、あ、営業力をつけようっていうところもありつつの不動産なの、あ、そう、不動産は、まあ、まあたまたまっていう、たまたま、たまたま、まあ面白そうだなみたいな感じで、うん、でもまあ何やるにしても営業力絶対必要ですね、うん、あ、そうそうそう、自分をこう価値ある人材として相手に売り込むっていうのは、ね、うん、大事ですよ。舐められちゃいけないですよね。どこで仕事するにも必要だなっていうのは感じてやってますね、仕事に関しては。で、まあ、そのおかげさまで営業でも結構、まあ、結果も出せて、うん、まあ、ランキングでも常に上位取らせてもらっていて、うん、これがすごい。そうだね。で、まあ、プライベートではイベントを、そうですね、その最初はただみんなで飲みたいというところからスタートしたイベントが、はい、まあ、飲み会から始まったのが、今では、まあ、結構30人から50人とか、まあ、当たり前に集まったりとか、うん、スノーボードのイベント、今年絶好調で、毎回20人ぐらいは、うん、新しいメンバーでね、あ、そう、新しいメンバーで、常に結構新鮮な、そう、集まってるんで、で、結構みんなやっぱそういう機会があると嬉しいって言ってくれるんで、うん、だったらもっとやろうって思ってやってますね。で、お手伝いの方でも結構いろいろ DJ のイベントとか、うん、あとはライブハウス貸し切って音楽のイベントとか、あとは日本酒の会とか、いろいろな機会があって、まあ、そういうところで、まあ、お手伝いしながら勉強させてもらったりとか、人脈広げたりとか
っていうところですね。人脈形成の先にはまたまあいろいろこの後ね、もうプランが、まあ、まだ明確になってないかもわからないですけど、いろいろ多分考えてることが絶対あのなきゃね、せっかくこう、ね、みんなが喜んでくれることをやってるだから、会社でも起こしたりするのかなって。でも起こせたら面白いですね。でもそれぐらいの力つけたらいいなぐらいの感じで、結果そうなったぐらいでもいいですよね。イベントが大きくなったのも結果こうなってきたみたいな感じなんで、ただそのやっていくうちにやっぱみんな、まあ、自分も公務員から別の道へっていう少し、まあ、先入観を壊すでもないんですけど、でもイベントを通じてもそういうことやっていきたいなっていうのはあって、結婚してるからとかこういう仕事してるからとか、なんかそういうのを抜きにしてみんなが楽しめるような場を作っていけたらなと思いますし、まあ、それが結果的に仕事になるのであれば、やっぱそれをどんどん広げて、みんながハッピーになれるような活動していきたいなと思ってます。そんな笑顔を作る菅原圭さんに、今日はゲストに来ていただきましたので、YouTube なんかでもあの説明欄にもし圭ちゃんの紹介なんかもできたら書きますので、ぜひ、チャンネルありますので、リーダーの身だしなみで検索してください。ではこれで以上になります。今日のゲストは菅原圭さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。飲んでも食っても吸っても吐いてもシュービーズバン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